どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら、今現在ね、運営から最新情報来ました。ちょっと待って。なんだこれ。何これ。ということで、バーチャルシンガー、初音ミクとのコラボが決定。8月31日木曜日12時より開催される、初音ミクコラボスーパーゴッドエスに、初音ミクと、めぐりねるかの2人が登場予定となりますと。何？いきなり。待って、まずもう話したいことが無限にあるんだけど、まず初音ミクコラボって何？どういうこと？あ、皆さん知ってます？実はパズドラに初音ミクコラボではないんだけど、初音ミクっぽいキャラはいるのよ。初音ミクっぽいキャラはいるの。それがちょっとめっちゃ前なんだけど、シンカリオンコラボ、シンカリオンコラボにおいて初音ミクはいるのよ。そう、シンカリオンコラボに、先紹介するか、そっち。実は、シンカリオンコラボに、この、初音ミク &H5 ハヤブサがいるんですけど、この初音ミクが5700万とかだから、めちゃめちゃ前に実装されたのよ。で、実は意外と強くて、ちょっと当時使われてたんですよね。当時ちょっとだけね、使われてた時代があったりとかして、まあ、初音ミク実装されてはいるんで、パズドラに初音ミクっているんですよ。ただこれはちょっと複雑で、シンカリオンと初音ミクがコラボしていて、そのシンカリオンがコラボしているということで、パズドラにも輸入されたって感じで、まあ実質、まあなんか三段商法みたいな。初音ミク、シンカリオンがパズドラに来たから、実質初音ミク、シンカリオンコラボ、パズドラコラボみたいな感じで実装されたんですね。ただ、今回のコラボに関してはもう完全に初音ミクと、めぐりねるかが実装されるということみたいです。普通にめちゃくちゃ楽しみなんだけど、しかもなんと今回、初音ミクとめぐりねるかの図鑑画像をゲットしましたということで、ちょっと見ていこうと思います。もう性能出るんですね。見ていきましょう。まずは初音ミク。やっぱりリアリティは8ですね。リアリティ8です。さあ、覚醒からですね。バインドスキブプラス、封印指プラス、10強4つ追い打ち、超惑星無効貫通です。追い打ち持ってるってことは多分リーダースキルに追い打ちがないってことだろうけども、ただまあ10強4つ無効貫通でまずはいい火力してますね。しかも変身不要キャラクターなんで、変身不要で使えてレベル120上限解放対応と。当然潜在は8、当然潜在は8枠？ん？なんで8枠？どういうこと？ 8 枠はなんでだろうこれ。確定枠まさか作ってくれるの？この場合もし確定枠出るなら神だけどね。ちょっとこれわかんないけど、もし、初音ミク確定ガチャとか出るんだったら、これ神ですよ。ゴッドエス限定キャラが確定枠になるんだったら、これもうとんでもない神運営なんで、この場合の3600円は超絶お得ね。超絶お得。もし BJ マークで初音ミクが出るなら、超お得だけど、まあ、実際俺の予想は、ゴッドエス限定キャラで、もし初音ミクを引けたら、おまけで BGM セットがついてきますよっていうパターンだとは思います。さすがに確定枠で出ることはないと思う。で、まあ、10強4つ無効がね、火力出せて、副属性は水だけど、まあ、アシスト的に変えられるんで全然問題ないですね。火力は高そう。スキルは全ドロップのロックを解除し、回復に変化。実型に木を生成。苦型に水を生成。何それ、もうわかんないよ。どういうこと？あ、そういうこと？左側に木ドロップを実に生成して、右側で苦に生成。ああ、わかっちゃった、俺。どういうことか。わかったわ、完全に。これね、分かったわ。まあ、まず回復花火にしてあげて、その後、実型にこれ作って、あと、苦型にこうだね。これじゃない？普通に。多分これでしょ、もう。で、木9個、水9個、回復12個の確定版面生成って感じになるんじゃない？多分。ってことは、スキルは、まあ、生成要因だけど結構面白そう。で、リーダースキルは、木、水、回復の同時攻撃でダメージを 77% 軽減、3コンボ加算。10コンボ以上で攻撃力が上昇、最大60倍となっております。まあ、相方でね、何かしら追い打ちを作る必要はあって、で、77% 軽減、3コンボ加算で火力出せるって感じです。ちょっと待て。これなんだ？結構コンボ数の条件があるから、無効貫組まずにあえて平積みもありってことか。でもまああれだよね、これミク1個思ったんだけどさ、ロイヤル相方あるよな、全然。水木回復、あ、ないか、無理だ、ないわ、ごめんなさい、なんでもないです。まだ 77% 軽減、3項目加算、火力もね出せて、しかも変身不要リーダーでこれなんで、非常に評価はできるかなと思います。何より楽しみで、実際強いとは思うので、まあ引ければ強そうって感じかな。うん、
まあ、あとでも相方どうするかっていう問題点は一個あるよね。追い打ちがないからね。まあだからそこはあれか、ミクミクで組んであげて、追い打ち自力で組むって感じかな。追い打ち無効感無効感。でも追い打ち無効感無効感組めないもんで、ね、76運用か。良さそう。76運用強そう。うわ、めっちゃそれいいじゃん。76運用ミク強そうやね。でも4ターンは結構重いですね。これが意外だった。これ3ターンでいいと思うんですけど、4ターンが結構重いですね。4体ループだと結構実用性ないんで、まあ、これが実装までに調整されるか、何かしらサブうまく使えるかって感じの問題点にはなりそうですね。もしこのまま実装された場合は、4体ループはあまりにも実用性がないので、そこが問題点になってきそうですね。はい。で、武器です。指3つに枝豆2つに回復ドロケを持ちで、スキルは3ターンダブル吸収無効2ターンヘイストが14ターン。なんでもありやん、もうぶっ壊れです、この武器。意味わからん、強すぎ。まあもう本当にぶっ壊れです、普通に。3ターンダブル吸収無効2ターンヘイスト持ってるんで、意味わからん、強すぎ。14ターン、意味わからん、強すぎ。マジで強すぎ、意味わからん。っていう感じが初音ミク武器です。ゴッドエースやっぱなんでもありだな。性能マジでぶっ壊れるな。さあ続きまして、こちら、巡りでルカ見ていきましょう。こちらもレベル120で変身不要キャラです。バインドスキブ封印指7強8個回復ドロ強プラス超覚醒無効感です。で、スキルは全ドロップロックを解除し回復に変化。音符型に一闇を一つ生成が4ターンって感じですね。リーダースキルは回復を消すたびに攻撃力が3倍固定100万ダメージ。8コンボ以上のダメージを 77% 軽減って感じになっております。はい。まあ、回復3コンボで27倍、4コンボで81倍、5コンボで243倍って感じか。まあ、生成とか次第って感じもありますので、楽しみではありますね。これがめぐりねるかです。まあ、こっちもまあ、強いとは思いますよ。変身不要は 77% 軽減リードなので。うん。で武器は指3つ、無効感、チーム回復2つで、スキルは5ターン全員の攻撃3倍、3コンボ加算、2ターンヘイストが12ターンって感じになっております。はい、これもまあ間違いなく強いですね。最近ね、リダフレのアシストを無理やり貯めてくる敵が増えてきてて、まあ、それこそね、このルカ武器を積んどいてあげると、無効感もありますし、全員の攻撃3倍、3コンボ加算2ターンヘイストなんで、裏戦術とかにおいてもこの武器めっちゃ強いと思いますよ。っていう感じがね、ルカとなっております。はい、という感じでした。まあ、正味この2人は間違いなく変身不要キャラとしてはぶっ壊れですね。特にミクに関してはもう絶対強いと思うし、ルカに関しても相当使い勝手はいいと思います。あとは、それこそ、ハーツですね。夏休みのハーツとかと合わせてあげると、回復をね、ご利用し使ってあげるんで、そういうのも相性いいと思うし。あと、豆先はちょっと無理かな。まあ、でもなんかそういういろんなね、相方候補があると思うんで、もっと多ければ非常に強いと思います。まあ、あとはこれが、BJ マークで販売されるのか、ゴッドエース限定なのかって話なんだけど、まあ、多分俺の予想は、ゴッドエース限定なんですよ。で、弾けたら BGM がついてくるっていうタイプだと思うんで、正直確定役は全く期待はしてませんが、もし確定役で販売されたならば入手する価値はめちゃめちゃあります。ただまあそんな夢みたいな話は絶対ないと思うので、ゴッドですね、頑張りましょうという感じになっております。はい、まあという感じがね、今回の初音ミクとルカの、めぐりねルカの性能解説そして発表でした。マジで激アツコラボだと思うので、ぜひね入手するように頑張ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。